の人たちの到着が遅かったのも多分そのため。それでもあいつらが戦ってるのに一人だけ帰るなんて私にはできない。そこで二人の女の子、七個下か、特に野原ちゃんって子がすごい懐いてくれて。釘崎、マヒトが二人。連絡先は交換しなかったんです。徐々に疎遠になるのが怖くって。さて、七三術師は一度触れただけでは仕留めきれなかったけど、どうなる？元気かな、野原ちゃん。今どこで何してるんだろう。ごめんね、フミ。約束守れなくて。サトリ、みんなに伝えて。悪くなかった。